昨日金曜日のライブを、はい、あのジューギューズっていうのをやったんですけど、うんうんうん、その前の木曜日に友達と飲んでるから来るみたいな連絡を受けていて、気持ち的には行けたら行くわだったんですね。はいはいはい、要はその時の気分が良ければ、うん、でもなんか行けたら行くっていう返事ってとても失礼じゃないですか、うん、はい自分それされるの嫌なので、はいはい、行けたら行くわは、うん、なのでまあただただ既読スルーして、うん、まあ気分だったら行こうと思って、でまあそれも一緒じゃないですかで昨日やったのがそのジューギューズっていうので、はいはい、まあ、その中で出てきたのが、うん、要はその建前が本物になる、はい、健全度の、例えばエニアグラムでいうところの健全度が高い姿っていうのは、うん、それが本当の姿なんだとしたら、うん、それの維持ってまあまあ大変なんですよね、うん、でもそれがやり続ければ本物になる、本物になるっていうのがあって考えるんですよ、はい、俺は行くべきか行かないべきかと、あでも今日従業度やったよなと、うん、で健全度が高い姿、うんうん、だとしたら、うん、これは行くんだろうなと思って、健全度が高ければ行くとは限らないと思うんですよねかもしれない、うんうん、要はなんか行きたくない理由とかも、はい、なんか行って楽しいのかとか、うん、その明日ライブがあるからライブの準備をするべきではないか、うん、ウクレレの練習をするべきではないか、うん、っていうのはあるんですけど、うん、その昔決めたことで、うん、いや友達の顔って、うん、それが最後かもしれないっていうのも、うん、どっかにあって、うん、だと大谷翔平だったら行くのかなと思って次の試合だったら行かなさそう、行かなさそう確かに、はい、っていうのを考えて、うん、まあ行こうって、はい、もうこれにやっぱ若干外交寄りなのかもしれません、うんうん、行った方がいいに違いない行ってっていう価値観がありますよね多分、うんうん、そうですね、うんうん、でまあ行って楽しいのかどうかわからないし、うんうん、でまあ結局行って、うん、やっぱりその人の見てる世界っていうのが、はい、これほど違うのか、うんうんうん、っていうのに直面し、うん、なんか僕はその、これからやる老子を学びね、ジューギューズを学びね、健全度が高い姿をやり続けると、うん、それが本当になり、うん、それをやってるっていうことすら忘れ、うん、それが本当の姿になるっていうのがジューギューズだったんですけど、うんうん、やっぱり僕が出てくるんですよね、うん、なんかわーって対立、意見が対立したときに、うん、お待て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 ってやっぱなんか正しい、まあ老子先生が言いますよ、はい、正しいがあるから、うん、間違いが生まれるんだと、うんうん、お釈迦様言いますよ、うん、病気があって健康があるけど、うん、そもそも病気がなければ健康っていう概念すらないよって、うん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 、難しいですよね、うん、それを言いたくなりますしね、言いたくでそっちのが正しいっていう姿が見えてきて、はい、うん、君が間違ってるよねって意見がなった時に、うん、僕はそれを取るとその武器を取ってですね、うんうん、間違いとか言うとわかりますっていう言い方を僕はするわけですよ、はいはいはい、あ汚えなこのやり方とか思いながら、はい、でまあ汚いがあると綺麗があって、ああなんだろうねこれって、うんうんうん、まあ難しいですね、うん、本当に、うん、健全度が高い姿を維持するっていうのは、うん、だからその健全度が高い姿をまだイメージできてない、姿が見えてないんだ、見えてないんだと思いますけどね、がかもしれないですね、うんうんうん、この辺もしあの何の話をしてるんだって思いでしたら、はい、うん、昨日のライブ、うん、ジューギューズっていうのがあるんですけど、うんうんうん、それを見ていただくとちょっとなんか話が伝わるのかもしれない、まだお尻しか見えてない、お尻しか見えてない3番目ですね3番目はい、で、まあ、こんなのを思いながらも、うん、やっぱりなんかなんて言うんでしょう、世の中にはですね、はい、変な事象がたくさんあり、うん、ジェンダー問題ってあるじゃないですか、はいはい、あのまあ、トランスジェンダーとか、うん、っていう中で最近出てきたのが、うん、まあ、5月8日のアベマニュースで出たんですけども、うん、トランスエイジだと、はい、自分が自認する、うん、まあ、トランスジェンダーっていうのは性別が違うってやつですよね、はいはいはい、で僕は女だって言って、うん、女風呂行くわけですよね、うん、女風呂女子だし、うん、ちょっと男子風呂は入れない、うんうん、女子なんで、うん、で行くのがトランスジェンダー問題じゃないですか、うんうん、ちょっと間違ってたらすいません、はい、で出たのがトランスエイジだと、うん、アベマプライムに出た、うんうん、ジャッキーさんっていう、はい、実年齢、うん、戸籍なんでしょうかね、うんうん、保健所なんですかね、うん、実年齢は39だと、はい、でも辞任としては28歳ですと、うんうんうん、っていうのは、うん、バイト先の上司に、うん、
お前はいい年して、うん、なぜできないって言われた時に思ったと、うん、僕は39歳じゃない、うん、, 笑っちゃダメですよこれは、はい、歌えられますよ、はい、で28歳っていう辞任して、うん、このアベマプライムっていうので報道され、うん、権利が認められたっていうのを見て、うん、あ、僕この人だけの問題なんだなと思ったんですね、うん、そうしたところ、うん、実はなんかトランスエイジっていうのが、うん、ウィキペディアにも出ていて、うん、自分を子供であると認識する大人が、うん、主を占めていて、うん、ある人が年齢辞任を否定することは嫌悪だと述べていると、うん、トランスエイジの人は年齢は社会構造との意見を述べ、うん、法定年齢は52歳で、うん、子を持つ男性が、うん、僕は6歳です、うん、っていう辞任を持ち生活しているトランスエイジの人もおり、うん、またトランスエイジである中年の女性が、うん、イギリスでは、うん、12歳の少女によるクリケットの試合に出た、うんうんうん、出場が認められたっていう、うんうんケースがあるらしいんですよ、はいはいはい、怖くないですか。怖いというか僕が、うん、あの6歳ですって言って、うん、6歳の空手大会に出るようなもんですよ、うん、押すって僕は6歳なんで、うん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 、なんでしょう。僕は君あの大会は法定年齢だからダメでいいじゃないですか。いいと思いますよ。肉体差もあるわけじゃないですか、はいうん、ただこれで思うのは、うん、そのやっぱりこの就職とかになってくると、はいうんうんうちの会社は35歳までしか、うん、中途でも取りませんとかっていうのが出てくるわけじゃないですか。はいはい、あ、僕27ですって言えるって話。っていうと、そこはちょっと待てよと。うん、これから俺はその35で入った人がね、うんうんうん、その人もしかしたら僕は3年間しかやるつもりありません、うんうん、っていう人かもしれないよと。うん、俺は違うと。77までローンがあるんで、うんうん、77まで御社に尽くす。うん覚悟がありますだったら、うんうん、35じゃないかって35で意味は一緒じゃないって、うん、いうのは思ったりするんですよね。これおかしいですかね。そのまあ理屈としては合ってますよ。おかしくはないですなんでそんな哀れみの目で僕を見ますか、まあ、やっぱり年齢に求められるものがあるって話ですよね。脳の細胞とか脳の細胞っていうか、まあ、例えば新卒は、まあ、仕事なんかできなくてもいいから言うこと聞けみたいなところがあるわけじゃないですか。はい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 、うん、僕言うこと聞きますよひげ剃りますよそんな、はいはいはい、っていうなんかめんどくさいなんかそういう求められるものが年齢によってあるのかなっていうのは、まあ、見た目も出て変わってきますしね、うん、とか、まあ、一般的に言えば60とか65とかが定年だったりするわけじゃないですか。なので、はい、僕としてはこの手があったかと思ったんですよ、はいうんうんうん、悩んでるっていうのを、うん、トランスっていう言葉をつければ、うん、話題になるんだっていうのを見た二等兵は、うん、考えて、はい、トランスセルフだと、うん、僕は自己辞任で悩んでいる、はい、トランスセルフトランスセルフを、はい、チャット GPT に聞いたら、はい、自己の超越って出てきましたよ超越したニーチェか神である。神である自己の超越。なるほど、それ病気ですねはい、ニーチェはあの廃人でしたからねもう、うん、末期は、はい、で僕の、うん、チャット GPT は、うんまあ、バージョンが 3.5 なので、はい、一応トランスセルフっていうのが、うんうん、通じるかどうかを、うん、Google 翻訳と、はい、チャット GPT で調べたんです、はい、そうすると一応 Google 翻訳では、うんうんうん、一応その事故が認識できないっていうので出たんですよ、はい、でチャット GPT に聞くと、うんうん一応同じような超越したとは出てこなかったんですね。自己の超越という意味ですって出ましたそっちやっぱ 4.0 にしようかな僕もいくらでしたっけ。2000円。ああどうしよう高いなっていうのを見て、はい、一応ツイッターでつぶやいておいたんですよ、うんうん、俺が一番だよと思って、うん、でトランスセルフっていうので、うん、どっかに引っかからんかなと思って、うん、バズりたいじゃないですか。この悩んでるっていうか違うって話ですよね。僕はジェンダーで言えば僕は男性ではないっていうやつじゃないですか。トランスジェンダーとか、はい、のトランスエイジも僕は37歳ではない、はいはいはい、27歳だ、はい、39でしたっけ、はい、28歳。39歳が28歳28歳だ、はいはい、僕は28歳だっていうのがあるのが
トランスなんとかなんじゃないですかって。ああ、そっか、こっちがあって、うんうんうん、僕はここじゃなくて本当はここなんだっていう。あ、そっか、分からないじゃダメなんだ。ああ、じゃあダメだ。